まあスバル製のサンバーがいいと、今のアライアンスのですね、サンバーではなくて、まあ、昔からずっと馴染みになった人にはスバルの工場の中で作られたサンバーがいいと、いう方もいらっしゃいますが、実はまあ、このモデルはスバルの工場で作られてますけど、この前期型なんかはですね、実はスバルの工場で作られたわけではなくて、桐生工業というね、外にある会社で作ってたわけですけども、まあ設計開発がねスバルであったことはこれは間違いないので、まあ、この時は4気筒のエンジンをここに積んでたと、それに今ノスタルジーを覚えられる方も多いですし、まあ、僕別に嫌いなわけじゃなくて、いいところもいっぱいありますのでね、まあ、最新のスバルのサンバーにはもっと優れた衝突安全性能ですとか、まあ、CVT ですとかそういうのが搭載されているわけですけども、まあ、この頃のスバルが作っていた頃のサンバーのこの特徴をですね、あえて言わせていただくと、4駆もいいんですがこの RR っていうのは唯一無二のですね、実は構造してまして、まあ誕生した時からそうで、最後のここまでずっとそのフルフレームの四輪六輪剣がのこのリアエンジン、リアドライブというねエンジンをここに傾斜させて搭載してるんですけども、これね非常に硬いですね。傾斜させて、エンジンを積んでます。でここのですね、これがヘッドになるわけです。ヘッドの上側ですから、ここにバルブとかカムが入ってるんですけども、ここはまあ基本的にその確かに潤滑は必要なんですけれども、この中で燃焼してるわけではないので、この奥で燃焼してますの でここのパッキンがですね、甘くなってオイルがたまに漏れるやつがありますけれども、まあ、あれはこういう傾斜してますのでね、どうしてもそういうことが起きてきますから、まあ気がついたら早く直した方がいいんですけども、そんな致命的なことじゃないです。それよりもこのエンジンで致命的なのは、まあオイル交換を怠るということですね。よいしょ。オイル交換絶対怠っちゃいけないですね。もう早めにいいオイルを使っていただきたいと思うわけですけども。で、これが4気筒の音です。スムーズって大人っぽい音ですね。あとこの荷台の、まあ、いわゆる三方開きっていうんですけども、昔の一方開きもありますね。まあ、もののですね、持ち下ろし一方開きがあった理由っていうのはここだけ開くんですが、こっちの荷台を固定することで、まあ、荷台に剛性感を与えてるんですけども、まあ、見た目がね、一方開か三方開か簡単にわからない。で、一方開はそんなに出ない、三方開ばっかり出て一方開たまにしか出ない。で、ね、ここにね開きがないかっていうのをよく見落とす人もいてね で、ちょっとねオークションなんかで買った場合にはね、後でトラブルになったことも結構あるんですけど、まあだいぶ前にその一方回ですねはなくなりましたよね。改造できないんでね、後からつけるってわけにいかないので、懐かしい思い出ですけどね、一方回のトラックもありましたし、低床式っていうのはここからここまでが、ね、低くなってるんですけどね。で、キャブオーバーです。これはもう昔から今も変わりません。タイヤがですね、お尻の下にあるんですね。一時期この規格に変わった時に、この最終型のこの安全規格に変わった時にですね、みんなこのエンジンじゃない、キャビンの前にタイヤを持っていって、今のバンがまだそのままなんですけど、そういうことでその安全基準をクリアしたんですが、実にその出した車不人気で、結局乗りにくかった荷台がね短くなっちゃうので、ダイハツとスバルにはそういう寸法上でも負けることがあって、
まあ、今は全部このキャブオーバーに戻ってますけれども、残った会社はダイハツとスバルと、まあ、日産三菱ですね、この3つ、うん、あとは、今トラックの生産からは身を引いてますけれども、まあ、うちはダイハツさんとアライアンス組んでますので、全然供給上問題ないっていうのが今の軽トラックの立ち位置になります。ということでですね、この車を実際に乗ってですね、紹介したいと思ってるんですけども、これは先ほどお話ししたように RR ですので、ここにプロペラシャフトがないんですね。プロペラシャフト通ってません。すぐに、シンプルなね、構造になってますから、まあ、走りも非常にいいということです。今これが5万7000キロの車ですのでね、まだまだこれからの車ですが、面白いんですよね、これとっても面白い。左右にドライブシャフトがくっついて、でデフまでですね、仮に4駆入れてなくてもこう今走行するとタイヤは地上側からこう回されますので、ね、それにくっついて、デフまで回ってるわけですから、まあ、4駆を入れてなくてもそれだけの負荷物がですね動いてますのでね、どうしてもそれが抵抗になるわけですよね。なので若干この軽快さをスポイルしてるわけですけど、このようにそこが何もない状態の車っていうのは乗った時にですね、そこの高速感がないので、軽く感じるんですね。綺麗でしょこの車ね。手塩にかけて育ててます、手塩にかけて育ててますので、めっちゃ綺麗です。やれスーパーチャージャーだ、やれ4駆だって、やれ5速だってこだわる人多いと思いますけども、まあ、そこから全て外した車が来れないってしてね、スーパーチャージャーなし、
オートマチック3速のオートマチック、これ3速のエッジが軽いんですよ。これもメリットではあるんです。ちっちゃくて軽い、だから RR のあのスペースに入るんですね。ね、これがなかなかあそこに抑え込もうとすると 4AT は入らないんですけども、あそこに入れるためにこれを選んでるということをまず覚えておいていただきたいのと、これは強靭です。比較的強靭なね、トランスミッションでして、スバル内製のミッションじゃないです、ね、買ってきてますのでね、そういうことも大事なんですよ、やっぱりね。作り慣れたところから買ってくるということでですね、そのオートマチックトランスミッションで、4気筒の NA を後ろに積んでます。肉さあ、それがどんな風に、なぜ僕が褒めて、ね、昔からこういうものを欲しがるのかと、これからそれをお見せしたいと思います。
安全性を考えてですね、あるあるですからリアに重いものを背負ってますので、ね、雑な運転するとこう尻が滑るといけないので、車をちゃんと弱アンダーに作ってあってね、安定性の非常に高い、ね、面白い車でした。今もこのその雰囲気当時と変わらないですね、これね、この小回りの引くほど小回り抜群に効きます、抜群に効きます、小回り抜群に効いて、締結した方がいい車もあるんですよ。その用途によってとか、まあ、高性能なスポーツカーとか、そのハイパワーですよね。高性能にいろんな意味があるので、例えば BRZ なんかは肉で成り立ってる車ですから、あれを四駆にするなんてのは超ナンセンスな話なんですね。あれは FR だから面白いわけですけど、まあ、ちょっとねそれに似た味ですよね。この RR だから3バトラックいいんじゃないかっていう
の頃3足いいですよね。忙しくなくて、忙しくなくていいです。これワイドレンジの3足がね、サンバ版で荷物積んだ時なんかにはね、これ NA だと買ったりと思う時もあるんですけど、走れないことないんですけどね。この軽いトラックにこの組み合わせ面白いですね。スイッチがあるんですよ、一応これ入れるとね、インパネルにね、このメーターの中に、ね、パワーっていうのがついてね、変速パターンが変わるんですよ、このパワー。ちょっと切ってみます ね、これね、荷物積んだ時なんかはね、これ使うんですよ。エアコンパワーして非常に希少な、ね、最終型ここに ペンとか入れるようになってるんですよね。あ、これパワーウィンドウついてるんだ。 TC か、そうすると TC なんですね。面白い。あ、そうです、集中トラックもあるのかな、これ。ひょっとするとさっきリモコンキーがついてたね、そういえば。というわけで、今日はね、この二輪駆動のオートマチックのサンバ、ね、紹介しましたけども、あ、確かにリモコンがついてるわ。面白い。ということで、肉の、ね、RR リアエンジンリアドライブのサンバ紹介しました。